ジョゼフ・ベッシュは、ルクセンブルクの政治家。キリスト教社会党党員。1926年から1937年と1953年から1958年の二度、首相を務めた。欧州連合の父としても知られる。ディーキルヒで生まれる。1914年、会員に右翼党の候補として出馬し、当選。1921年には、 エミール・ロイター内閣で初入閣を果たした。1926年にピエール・プリウム連立政権が崩壊し、右派が政権につくと別種が首相に就任する。当時、右派は最大勢力ではあったものの単独で政権を担うことはなく、リベラル派や左派との連立を行った。世界恐慌が発生すると、1921年に、 結成されたがその勢力が脆弱であったルクセンブルク共産党が勢いを増したが1937年別種はこれを禁止するための法案を提出したこの法案は議会こそ通過したものの別種が国民投票で決定させようとしたが反対票がわずかに上回り否決されたさらに同時に行われた議会選挙において右派は勢力は維持したものの 連立を組んでいたリベラル派は勢力を減じることとなったために、別種は、対人、右派のピエール・デューポンを主犯として、サハジャ・カを連立を組むこととなった。対人後も、外務大臣を務め、ルクセンブルクのために奔走した。1936年に、ラインラント親中が起きると、ルクセンブルクは、ベルギーと共に中立を宣言した。だが、ドイツ軍のベネルクス侵攻作戦、 黄色の場合が始まると、あっさりとルクセンブルクは占領されてしまう。ルクセンブルク政府は指揮もしないまま、ポルトガルを経由して、カナダへと亡命する。第二次大戦後も、外相として活躍し、メッシーな会議や欧州共同体などに代表として、出席し、建国の父と呼ばれた。1975年3月8日、ルクセンブルク市で亡くなる。ありがとうございます。